横浜税関によりますとりんごの輸出量はおととし過去最高の3万4677トンに達するまで3年連続で増加していましたが去年は3万2457トンで4年ぶりに減少しました価格が日本産のりんごの半額程度のアメリカ産の流通量が増えたことなどが原因とみられています 日本政府は去年5月に農林水産品の輸出力強化策を取りまとめ輸出額1兆円を目指しています。